こんばんは、ミスターまゆめさん、そして動画をご覧の皆様、ネットビジネスで、ね、成功したいと言われる方に今回の動画もお送りしようかと思います。まあインターネットで、売り上げを上げるため、まあインターネットに限らないんですけども、店舗をやっていても会社をやっていても商売をする以上売り上げを上げなければなりませんよね。で、売り上げを上げるための要素として3つあるってことを申し上げました。商品、そして媒体、セールス、3つですよね。商品力と媒体力と販売力、この3つが必要不可欠で、それぞれにネタを持っていかないといけないんですけども、多くの方が挫折するのが媒体ができないことによって挫折します。要するに自分が、信頼されていない、知られていないってことですよね。で、自分が積極的に出ていかなければそれは知られないですよね。ずっと無名でいるっていうことで商売うまくいくことはありません。で、私はね、商品力をつけるためにまず自己アフィリエイトとか不用品販売やったらどうですかっていうふうな勧めるんですよ。でもね、ほとんどの方がこれのループしちゃうんですよ。自己アフィリエイトをね、3ヶ月経っても6ヶ月やっても1年経っても自己アフィリエイトやってるんですよ。違うんですよ。自己アフィリエイトをやって、自己アフィリエイトで売り上げを上げるという体験とかができたら、それを商品としてですね、それを人に伝えていくんですよ。人に伝えていくと、お、本当だ、自己アフィリエイトってすごいねってなって、それが媒体になっていくんですよ。1媒体ね。で、それを2人に教えたら2媒体になるんですよ。それを10人に教えたら10人の自分の、まあ、いわゆるね、ファンができるわけですよ。ファンという言い方が適切でなかったら、これはね、見込み客と言ってもいいです。それができるんですよ。そういうふうにして広げなければならないんですけども、なぜかね、自己アフィリエイトで案件がないんですけど、って言うからね、1ヶ月経ってもそんなこと言ってるんですよ。違うと、全然。自己アフィリエイトをね、3年やっても、3年で、私でもね、3年で300万がやっとなんですよ。年収100万ですよ。とても暮らしていけないんですよ。で、それをやれって言ってるわけじゃないんですよ。もう全然そこは勘違いしないでほしくって、不用品販売にしても自己アフィリエイトにしても、それはね、自己アフィリエイトを成功するという商品を作るためなんですよ。不用品販売を成功するという商品を作るためです。いいですかね。これ売り上げやるためにやってんじゃないんですよ。まあ売り上げもありがたいんですけどね。で、その商品ができたら、その商品を受け取ってくださる方、低価格とか無料で受け取ってくださる方が自分の将来的な見込み客、売上客になっていく。そしてその売上客になるまでにどれだけその人にね、得をさせるかってことで得を積んでいくんですよ。冗談みたいですけどね。そういうふうにしていっていただきたいと思います。だからね、自己アフィリエイトのループに入ったらダメですね。自己アフィリエイトはやるんですよ。延々とやるんですよ。3年経ってもやるんですよ。で、私未だにやってますからね。未だにやってますけども、それはですね、自己アフィリエイトを教えるスキルを高めるために、自己アフィリエイトの質問が来ても何でも答えれるようになるためにやってるだけなんですよ。だから自己アフィリエイトというものを使って、新しいね、自己アフィリエイトを知りたい方、自己アフィリエイトでつまずいた方、自己アフィリエイトをやる気が出ない方にやる気を起こさせるね、モチベーターになるためにやってるわけなんですよ。ここはね、もう繰り返し言いますけども、ここまで言ってもね、ほとんどの方はね、自己アフィリエイトを毎回やって、なんかね、2ヶ月3ヶ月自己アフィリエイトやって、やるのはいいんですけども、自己アフィリエイトしかやんないのはダメです。必ずそれを誰かに伝えていってください。自分の家族とかね、奥さんとかお子さんとか、親とかね、親御さんとか同僚の方とか、そういうふうな普段付き合いのある方に自己アフィリエイトを教えることができないのに、それはインターネットの向こうの人なんて絶対聞いてくれないですからね。ここ勘違いしないでいただきたいかなと思います。次、 YouTube ですね。YouTube で再生数を狙っていくっていうのは、もう本当にこれもいいことなんですけども、さっきの自己アフィリエイトと同じなんですけども、 YouTube だけで信頼関係を作るのは、これはね、上級者のやることなんですよ。だから YouTube でね、 YouTube を使いながら人に会ったり話したりっていうのが大事なんですよ、ね、だから YouTube をアップロードして YouTube の動画作るじゃないですか。で、まあ、知り合った方にね、これ自分 YouTube やってるんだけど、ちょっとチャンネル登録してよみたいなことを言えるような環境を作っていく。そうすると YouTube のチャンネル登録者数とか視聴者さんが増えていくんですよね。プラスですね、プラス YouTube の視聴者さんと会ったこととか話したことを YouTube で話すってことによって、 YouTube の視聴者さんがまたね、それを見たくなるわけですよ。自分のことを取り上げられてるものとかで、 YouTube の視聴者さんと対談をするとかね、 YouTube の再生数とかチャンネル登録の多い方と対談をするっていう、この交渉していくと、結局リアルで会ってリアルで話すってことを一番最初に繰り返していかないと、ネット完結で稼ぐっていうフィールドには来れないんですよ。でも多くの方はね、人に会わずに誰にも物を勧めずに、でインターネットだけで売り上げを上げようなんて思っちゃうんで、これ上級者の考えですからね。で、私はまあ今ね、こうやって YouTube の放送をしていくと、まあはっきり言って速稼塾に入ってくださる方がもう本当にね、ずっと現れてる状態です。毎日とは言わないですよ。今は毎日とは言えないですけども、それでも1週間に1人は必ず
速稼塾ってものに参加してくださってます。でそのたびにまあ入金もありますし、そして入金から始まる私のチャンネル登録も増えていくしっていう流れができてるわけですよね。で私の YouTube の再生数っていうのは担保されてるわけですよ。で3年前に YouTube のチャンネル登録した人はさすがに飽きてもう見てないと思いますけども、それでもねここ1ヶ月にチャンネル登録している人が50人とかいるわけですよ。でそのペースでずっといるんですよ私は。だからチャンネル登録を初期にした方っていうのは当然見てないと思いますけども、ここ1年2年でチャンネル登録した方は定期的に見ているって流れが起きているわけなんですよね。でも基本的には私は YouTube の、視聴者さんに後からでもいいから会いに行ってるわけですよ。でこれを47都道府県でやってると、海外にも行ってるっていうことがあるわけなんですよ。しかもそれをやりますよって言ってるから、やっぱ期待して見てくれたりとかね、でチャンネル登録して速稼塾に入ってワクワクして、あうちにも来てくれるのかな、もしくはうちに来てくださいっていうメールが来たりするっていう流れが起きてるんですよ。肝心なのはリアルで会って話すっていうのが、まあ、ネットで完結するよりは随分簡単なんで、リアルで会って話すことができない方がインターネット上だけで、そのやり取りだけで何とかしようっていうのは、これちょっとね難しいと思いますんで、そこはね逆転しないようにしていただきたいと思います。私もだから一番最初麻雀店を入れながら YouTube なりインターネットのことをやってましたけども、最初半径2キロ以内の人に対して発信して、リアルであって自己アフィリエイトをやってっていうのを繰り返しですからね。でブログの作り方をまた会って、1時間とか2時間やってっていうのを毎日毎日やったわけですよ。もうリアルで会う、リアルで話す、これをずっとやってるわけなんですよ。でそのリアルっていう地盤の上にインターネット上でも活動していると、インターネット上で活動しているその YouTube なら YouTube で、今日はこういう塾生さんと一緒に時間を過ごしました、こういう視聴者さんの疑問に答えましたっていうね、エピソードをどん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 搭載していくから真実味が出て、信頼関係がどんどんできていくと。そして第三者がファンになり、ファンの方が入塾っていうルートが通るわけですよね。これ以外の方法はありませんので、そこはね気をつけてください。でアンティークのことなんですけども、アンティーク家具じゃなくてアンティークの食器ですよね。これもねやっぱり一緒です。アンティークの食器を仕入れているっていうのは、やっぱり在庫のリスクとか破損のリスクとかトレンドがね過ぎて、もうね二足三文じゃないと売れないみたいなことがあるんで、最初取っかかりとしていくつか売るのはいいんですよ。いくつか売るのはね、それとか紹介するのはいいんですけども、やっぱりね大きな金額にすぐつなげていくために、そういうアンティークが好きな人の海外ツアーじゃなくても、アンティークが好きな人の集まりを作ってね、そこでお茶会をやるみたいな、そのお茶会の費用を3000とか5000とか2万円とか1泊2日でとかね、そういうのをやっていったらいいんじゃないかなと思います。高級ホテルでお茶会とかっていうのもね結構いいと思いますよ。まあそれはね時間がかかりますんですぐはできないですけども、そういうのを見ながらアンティーク家具を表現していくっていう風なね入り口にしたらどうかなと思います。そしてカメラの話も出してくださいましたね。先に言いますけども、何がどのぐらい売れてるかっていうのを知るのはモノレートってやつで見れます。モノレートで検索してみてください。そしてそこでアカウント作ってログインして、商品ごとに1週間でどのぐらい売れてるかとかね、そういうの測れますんで、それによってですね在庫を仕入れても、あこれはこの商品は1週間で20個売れてるから、まあリスクはないよねみたいなことで、ね、見ていくんですよ。で価格も見れていきますんで、いくらぐらいだったら何日で売れてるかなっていうのが分かれば、いくらで仕入れたらどのぐらいの利益が出るかと分かりますよね。ただですね、私カメラ転売ってのをすぐにやれって言ってるわけでないんですよ。カメラ転売は確かに1個仕入れるのに2万とか3万とか5万っていうまとまった金額が必要ですし、それが売れるまではキャッシュにならなくて単なる不良在庫になるわけですよね。でカメラっていうのは結局売れるんですよ。結局売れるんですけども、下手をすると在庫を追いかけるようになっちゃいます。でカメラっていうのは10個以上の在庫を持つともうセンスが悪いですから、そうですね、いつも滞留在庫が5個で3日以内には必ず売れるって流れがつかめるまではやっぱりね、本当に1個仕入れちゃ1個売るみたいなのを根気よくやるしかないと思います。じゃあそんなことやってたらなかなか売り上げ上がらないじゃないか、利益上がらないじゃないかってなりますよね。だからそのカメラ転売ってのはすぐやるんじゃなくて、不要品販売ができるようになったらその元線ですよね、その種線を元にカメラやるかどうかっていう決断のフェーズが現れるんですよ。初心者の方がいきなりカメラの仕入れ販売ってのはこれうまくいかないです。だからやめた方がいいです。まずは身の回りにある在庫とは読めないようなね、不要品ですよ、不要品。例えば私だったらどんなものかな、腕時計5000円で売ると、このアルマーニの腕時計って、ね、1万9800円で買えるんですけども、でもこれ5000円で売ると売れますよね。でもこれって不良在庫じゃないですよね。私は腕時計をこうやってたまにすることがあるんですけども、忘れて帰ることもあるんですよ、だからそういうまあいろんなものね捉え方ありますけども、これだったら5000円で売っても別にもう使い倒して元も取ったし惜しくないよねみたいなのを売ってみるみたいなことをしていくとかね、それからこうデジタルカメラでもいいと思いますし、何でも商品売れるものはあると思うんですよ。
とりあえずそういうものを100円でも200円でもお金に変えていくってことで種銭を作ってカメラの仕入れ代金を作るとかアンティーク食器の仕入れ代金を作るっていうのはあってもいいと思います。でその仕入れ代金を作る不用品販売でまとまったお金ね、5万とか10万作ったっていう体験があったらその体験が商品になるんですよ。その不用品販売する方法とか自分の周りの不用品を探す方法みたいなので、人を集めてリアルで会ってリアルで話すってことをやってその人に不用品販売をするっていう体験を与えられたら一つの信頼関係ができるんで、じゃあ一緒に転売をやっていきましょうみたいな話もできるし、じゃあ一緒に、自己アフィリエイトやっていきましょうって話もできますし、もっともっとグローバルにやってる私の塾に入りませんかっていうような勧誘もできるのやっとそこなんですよね。でカメラ仕入れの販売なんですけども本当にリスクが大きいので私はすぐにこれをやることはお勧めしません。少なくともですね転売をやろうと思ったら100万円ぐらいの元銭がないとできないです。いろんな方がね10万とか20万でもできるとかクレジットカードできるって言いますけども、これ100万ないとできないですよ。100万の丸々の余剰資金があって、それで最初の月に30万仕入れて、で30万は1ヶ月で売れません。最初下手なんで、で2ヶ月目にまた30万円仕入れて、それも売れません。だから合計60万の滞留在庫です。で3ヶ月目にまた30万円買うんですよ。だから100万が3ヶ月にわたって不良在庫になることを覚悟して、その90万とか100万で仕入れた商品がもう商品群がねもう30個とか40個になりますよ。その30個40個の在庫管理ができるようになって初めてスタートなんですよ。でこの辺をですねカメラを転売を進める人って言わないんですよ。これが現実ですから。だからねカメラ転売とか初心者の方ができますかったら、初心者の方もやるんですけどもできますけども、初心者の人が成功するっていうところまでは約束できないです。これが全ての真実なんですよ。うまくいかないですよみんな。これカメラ転売ですよってノウハウなんて扱いきれないし、そもそも普段忙しいわけですよね。でカメラ転売の頭もないし、販売するコピーライティングも書けないし、そもそもカメラをね撮影する技術もないわけですよ。だからそういうのを全部鍛えていくために何ヶ月もかけないといけないんですよ。もう本当に半年とかかかります。これはまともにやっても半年かかります。でその間に常に仕入れて常に、商品をアップロードして販売の場所に置いとくって作業も毎日あるわけですよ。で売れなければまたね商品の組み合わせを変えたりとか写真の撮り方を変えて再アップロードするっていうふうな、売れなければ売れないで1週間に1回ぐらい再撮影とか再アップロードのむちゃくちゃ手間がかかるんですよ。これをね多くの方言わないんですよね。これは本当にずるいんですよ。でこういう現実があるのに一部の成功、たまたま成功した人を祭り上げてこういうふうな成功者も出てますって言うんですよね。これ販売者も分かってるはずなんですよ。100人の人がカメラ転売に参加して10人成功するかどうか分からないっていう現実をね見ているのに、そうだと思ってるのに、もうこの一部の成功者がいるからこの人みたいにやらないとダメなんですよって言いますけど、いやほとんどの人はそのルートじゃうまくいかないんですよと、そもそもほとんどの人はカメラ転売からやっちゃダメなんですよってことを言って、カメラ転売スクールに入ることを止めてね、その前に不用品販売で商品を売ることを慣れていかないといけないんですよ。で種銭を作っていただいて、その種銭を持ってスクールに入ってもらうとかね、また指導入るとか、もう売ることが慣れて習慣化してる人にじゃないとカメラってのはできないです。これはできないです。本当に何回もできないです。これはだからねせこい売り方をする人が多いわけですよ、こういうふうに。でデメリットを隠してね、デメリットを言わずに、それは一つのセールス手法なんですけども、私みたいにもうねセールスとかビジネスを捨てた人間はもう何でもかんでも洗いざらい言いますからね、こんな方法にいわゆるね引っかかっちゃダメなんですよ本当によくここまで私もね、よく言うなって感じですよねだから他のねビジネスやってるなんか人にはね結構叱られると思います、こんなこと言ったら。でもまああんまり再生数僕の動画上がってないんで多分バレてないでしょだからね本当難しいところがありますから、難しいところを入塾前にきちんと教えてくれて、あなたには多分無理ですよって言ってくれる人についていくべきなんですよ。じゃあ自分には何ができますかって言ったら、入塾前にこの段階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 があったら入塾 OK ですよってのが通常の塾と同じなんですけども、東大合格塾に中卒の人がいきなりやって入れないでしょ。で高卒のレベルがあって、しかもその中で偏差値が60とか70を常に言ってる人が東大合格塾に入ってもいいですよみたいな形なんですけども、それはね私みたいなね地方大学ですらやっとね通ったような人間が東大合格塾入りたいですって もう門前払いされちゃいますよ。それをですね売り上げのために入っていいですよっていうような東大合格塾が単なる商売塾なんで、それと同じように商売のために売り上げのためにね誰でも来ておいでっていうのは、誰も来てもいいんですけども、ただそこでスパルタについていけない人を入れちゃダメなんじゃないかなと私は思いますよね。で速稼塾の場合は今ねちょっと速稼塾の宣伝しますけども、自分がやりたいものを言ってくださったら、そのためのカリキュラムをこうやって組みます。今マイアミさんと私がやってるみたいにね。でも何も言わない人には何も教えません。それは勝手に私のポータルサイトがあるんで勝手に探して自分の興味のあるのをやってくださいって話なんですよ。だって意欲がない人とか能力がない人に教えてもしょうがないんでね。だから私の速稼塾の支払いってのは30年ローンで、もう不要だなとか必要ないなと思ったら払わなくていいよって形してるんですよ。
うん、だからね、従来型の塾ってのはカリキュラムのまあちょっとね強引な押し売りなんですよね。夢とか希望で釣っといて、はいこれ商品ですよ、商品は確かに価値があるんですけども、その商品を求めてない方が買ってしまって、どれも大変そうだなと思ってまあやらないんですよね。で売る方からしたら見たら分かるんですよ、これ大変だから誰もできないだろうなっての。それにまあ相応の価値があるにしても30万とか50万っていうのをまず分取ってからですね、それから商品をこれですよってネタ明かしするのはちょっとね誠実なやり方じゃないなと思うんですけど、どうでしょうか。この私の判断がね全て正しいというわけではないですけどもね、ちょっと話がずれちゃいましたけども、今回の全体像大体分かっていただけましたかね。あの甘い話ばかりではなくて、本当にねビジネスっていうのは人のお財布からお金をもぎ取る作業ですから、それ相当人に好かれないといけないですし、相当人の精神をコントロールしてやる気にさせないといけないですし、あのはっきり言ってね、ほとんどの人っていうのがスーパーに買い物に行ってもサンキュッパーの弁当と450円の弁当、相当悩んでサンキュッパーの方を買うはずなんですよ。でそういう方にね、あの万とか10万とかっていう金額を出させようと思ったら、それ並大抵のですね、まあ営業力とかね媒体力じゃダメですよね。だからそういう風な人の心を動かすような自分の状態ですね、自分の、まあ、人徳っていう言葉はこの前使いましたけども、自分の格が上がらないとそれはね人の気持ちなんて動かせないですよ。そういう人がテクニックで物を売るからトラブルになるんですよね。私はテクニックはまあ多分入ってますけども、いろんなこのトークの中にね、でも基本的にはテクニック依存じゃなくて、なんだろうね、熱意でこうやって、ね、やり取りしてるんですよね。しかもこれ公開にしたりとか非公開にしたりとか気分次第で、で LINE アットにも誘導してないし、なんかセールスページなんてもうね何年も作ってないみたいなねこんなやり方ですよね。だからセールス的には私はビジネスマンとしてはもう大失格でございますけども、ただね皆さんからお金をいただかなくてもやっていけるようになったんで、これができるかなってことがあります。まあ、裏を返すと、皆様からお金をね何十万とかいただかないといけない人っていうのは本当にビジネスで成功してんのかなって思っちゃいますよね、私はね。分かりませんけどもね。まあミスターまゆみさん、なんか余談もありましたけども、分かっていただけたでしょうか。喋り出すと本当止まんないですね。では失礼します。お耳汚しでした。